どうもこちらめめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これはまず DT 保組むと思いますね。DT 保、おっと。エスミノの置きミスした。しょっぱなから置きミスしてしまったが、これはうまく STSD にリカバリしましたね。から平積みで、紫悪化の1、2、3、4連鎖持ってますね。できるだけ左側に積んで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 積も数稼いで、ああ、うまいな、これ。しっかりネクスト見て伸ばせる判断して伸ばしましたね。3連鎖、4取り5ダブ、じゃない、4ダブ5ダブ6連か。同時継承挟んだ6連鎖なんで、思った以上の火力が来る。さあ、連繋げて、これ、テトリス送ったんで、こちらも結構遅れましたね。さあ、青ハッカの位置に3連鎖。これは帰りますね。しかし、T スピンダブルでこちらも返す。ドネイトでシングルで、これは妥協しましたね。妥協して2ライン消しにしてから、整地して T スピンダブルと。2ダブの3、4、ん ?2 ダブの3ダブ4連か。やっぱり同時消しをかなり織り交ぜてますね。さあ、穴バラも来てるんで、早急に掘っていかないと厳しい。紫悪化の1、2、3。3ダブか。3ダブだよね。3ダブだ。さあ、受け切ってから3ライン消し、2ライン消し、青ハッカの4連持ってますね。さあ、できるだけ左側に積もって積も数稼いでから4連鎖打つ。キスミニで BTB つけて、BTB 付きのテトリス。なるほど、そこハッカか。見えなかった。4連鎖。お邪魔をうまく使いながら、4連鎖で掘って、これは ST 済みっすね。発火点がいろいろありすぎてわかんないけど、そこ発火。ニトリの3ダブ。なんか発火点がやっぱこう見るとめちゃくちゃありますね。どこからでも撃てるぞみたいな形をしている。上の黄色発火で1、2、3、4、5、6ダブ。でかいぞこれ。6ダブですよね。これはでかいんで、操作当てていきましょう。外してからテトリス打つものの、かなりでかいので、それでも帰らない。さあ、この単発はミスか?しかし、ちょっと、マージン入ってるんで、これもう。相当自利品ですね。ここからは、ここまで来たらかなりきつくなってくる。テトリス打ってから相手見ながら動いてるけど、一回単発打って、青ハッカの2ダブ3取り4連。でーけー。さあ、置きミスして、これ、辛いと。ダブル消しして、2ダブを1。さあ、これが刺さる。一応、アイミノを左側に置ければ、Z ミノで屋根つけてから STSD が撃ってたんですけど、アイミノが超えなかったんで致命傷ですね。超えれば一応 STSD は作れたものの、まあでも、どちらにしろ厳しいですね。やはり、マージンがもう入っているので、不利な状況での、状況で勝ちをもぎ取るのはかなり厳しいんで、相手が相手というのもありますからね。さあ、これ刺さるか ?8-1 で2連打って、キースピンダブル。キーゾロで単発打って、さあどうだ?緑ゾロで単発打って、2個振らない。3連戦に2個振らない。そうなると赤ゾロで2連打って、これは耐え切れてんのか?耐え切ってますね。まあ、結構まあ、でもツモが噛み合ったっていうのはあるかもしれないけど、やはりそういうツモ、いいツモをしっかり活かすっていうのも重要なんで。さあ、2ダブ打って、T スピンダブルテトリスを。さあ、紫発火で1、2、3。お、でかくねこれ。ちょっと待って、でかいぞ。1、2、3、4、5、6、7、8。9ダブ?待って、ここまで繋がってるとはちょっと思わなかったですね。これでかい予想以上に。さあ、焦って T スピンダブルダガー作ったけど、9ダブを打たれて刺さる。いやー、予想以上にでかかったですね、これは。そこまででかいと思わなかった。
さあ、しっかりあそこで耐えて勝ちをもぎ取ると。あのツモの良さをしっかり活かすっていうのは、やはり、後々の勝ちにつながりますね。さあ、これ3連パフェ。3連パフェ刺さるか。一応8-1で2連打った。しかし、これはだいぶ埋まってるぞ。俺の地形も少し乱れているけど、これはもう火力重視に T スピントリプル組んでますね。T スピントリプル組んで、T スピンダブル刺さる。まあ、ここからまあ STSD のリカバリーができるんで、まだまだどんどん火力作れますね。さあ、これは3連パフェが決まって、有利もぎ取ってそのまま刺していった。まあ、パーフェクトクリア弱体化されたものの、まあ、3回ぐらいすれば、さすがに強いですね。さあ、これも、ジェミの大見のティーミノでパフェ。紫悪化の2ダブ、でかい2ダブあったけど引けなかったんで、緑で妥協して単発打つ。さあ、パフェ打って、後打ちで、1段返す。さあ、もうパフェはないんで、これは普通に火力作りに行ってますね。2連は浮いてて、ダブルダガーから STMB ケーブでさらに火力作りに行った。赤ハッカの2連。できるだけ積もって積もって積もって、なるほど。幽霊で青が入ってて、2ダブの3になってた。しかも完全総裁で、両計算完璧ですね。紫のクッション入れて1連足したらうまい。1、2、3、4、5、6連鎖。6ダブか。緑見えなかった。5連鎖の6ダブ。さあ、緑後乗せだったのか。ちょっと見えなかったですね。しかし、こちらの地形も、まあ、悪くはないので、STMV ケーブから紫、ハッカーの1、2、3、4連鎖ぐらいあった。もうちょいあったらわかんないですけど、しかし紫が引けずに刺さる。まあ、今のはちょっとツモ悪かったかな。一応紫が来ていればまだまだ、連鎖数はあったので。さあ、パフェから、開幕パフェから T スピンダブル。再び T スピンダブルと打って、青ハッカの3連鎖。3連鎖を、これはさすがに置きミスか？今のはなんか置きミスのように見えるな。2列目に縦置きしようとしたのが、回転が入んなくてちぎっちゃったパターンだと思う。さすがに青は置かないと思うんで、おそらく置きミスでしょう。さあ、その置きミスが致命傷になって刺さりましたね。やはり大抵とその、かなり早く積もらなきゃいけないという制約があるんで、まあ、ああいうミスも起こり、うりますね。じゃあもう一個見ていきましょう。最速で置けるか置けないかで、その一手が引けるか引けないか、ってね、変わってくるんで。さあ、DT4 から、これは TKI かな。DTTKI で、T スピントリプルを打とうとしたけど、回転が入らずに、T ミノをソフトドロップしてしまった。しかし、それを T スピントリプルでリカバリして、さあ、5連鎖。5連鎖は、1回受けてから、後打ちすれば返せたけど、全部相殺してしまったんで、返せなかったですね。さあ、黄色ハッカーで、これはデカそうだぞ。ニトリ3、トリ4連。うお、すごい来てる。めちゃくちゃ来ましたね、今の。ニトリからの3、トリからの4連鎖なんで。連鎖数は4連鎖しかないけど、もう、だいたい6連鎖分ぐらいの火力は来てますね。もっとかな。さあ、4連で完全総裁。青ハッカの2ダブ。紫ハッカの2ダブ。青ハッカの2トリ。いろいろちょっと発火点がありすぎて、ちょっと、むずいですね、やっぱり見るの、本当に。こう見るとやっぱり発火点多いな。たくさんある。いろいろありすぎて、どこが本当の発火点なのか、それはわからなくなりますね。さあ、ダブルダガー作って刺さる。うん、やっぱり発火点多いですね。そうしておいて、引けないのを極限まで防いでるんだろうな、多分。アイスピンから、開幕パフェ取って、
さあ、これはパフェないんで、そのまま TSD ですね。ダブルダガーにした。さあ、これ紫ハッカーで、4連か。4連で止めて、緑ハッカーなんで残しがいいですね、これ。さあ、黄色ハッカー。さあ、1回受けて、なるほど。8-1しっかり見て、打ってきた。4連、5連、6連か。いや、じゃない。7連、8連まである。でっかいぞ、これ。見えなかったー。いや、うまい。そこまで繋がっていたか。ちょっと、これは8連もあると思わなかったんで。予想以上の火力が来て刺さったパターンですね。掘りに行ってたんで。掘りに行ってから受ける体勢だったけど、掘りに行ってる暇がなかったですね。まさかそこまで繋がってるとは思ってなかったんで。いや、非常にうまい、やはり。これ青ハッカーで1,2,3,4,5,6 連鎖でかいぞ。さあ、エスミのミスって、これは早めにリカバリしに行かないと、てか操作当てに行かないと6連なんででかいんで。さあ、結構競り上がって、しかも穴バラがだいぶ来てるんで、これは早めに掘りに行きたいけど、赤ハッカーの2ダブの3、ひあ、じゃない、ん、黄色ハッカーか。黄色ハッカーの2ダブ、やっぱりいろいろありますね。赤ハッカの1,2,3連鎖、紫ハッカー埋まる、刺さる。うん、やっぱりこう見るとたくさんいろいろありますね。左から紫ハッカーも紫ハッカーの2連鎖もあったように見えたんで。 DT4 でサイズ戻り、 DT パフェの構えで、これ DT パフェありますね。大見のでパフェ。一回ダブルミラーでダブル消ししてからのパフェなんで、相手に積もる時間を少しでもなくして、しっかりこれ積もり切ってから2ダブの3にした。しっかり返す。これは、青ハッカか。青ハッカの2連鎖。しかし青が来ない。これ、黄色も繋がってたんで、もうちょいあったか。青が引けずに刺さる。しかし、青が来たらちゃんと繋がっていたんで。あ、ちょっとこれは、これもツモが噛み合わなかったですね。やっぱりこう見ると本当に発火点たくさんありますね、いろいろ。いろいろありすぎて、さらに、それを状況に応じて組み替えてるというか。量計算して、いい感じの量を。相殺してるというか、そんな感じに思いますね、やっぱり。ちゃんと見てるんだな、やっぱり。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。